12月もね29日、今年もねあと3日になっちゃいましたけど、まだ大掃除終わってません。で今年はね、なんとか忘年会っぽいことね、軽くまああんまり盛大にはできんかったですけど軽くなんとかできたんですけど、それでね昨日まあ仕事関係でねちょっとお世話になった方にね、ご挨拶に行ってきたんですけど、でその中でねお二人の方からね、言われたんですけど、で昨日ジムニーで行ったんですよ。でねそのお二人ともね言われたことが全く一緒でした。ジムニーってね音ね、エンジンの音ね、うるさいと思ってたらしいんですよ。で、僕のジムニーの音を聞いて、意外に静かだからね、みんなびっくりしてたんですけど、ジムニーね、今、まあ注文された方とかね、これから検討されてる方でね、やっぱ軽自動車だから、まあ3気筒だからね、音が大きいんじゃないかとかね、思ってる方ね、おられるかもしれませんけどね、ジムニー、今のね、新型ジムニー、まあ僕のは660の方ですから、JB64 ですけど、音めちゃくちゃ静かですよ。うん。で、うちの袋はね、80過ぎてんですけど、ハスラーからね、乗り換えた時に一番最初に言われたのがね、前の車よりかなり静かだねってね、言われたんですよ。うん。で、僕もね、まあ試乗は知ってたし、乗ってる人がね、近くにいたから、音はね、大体、そのイメージはあったんですけど、まあ、ただエアコンかけた音しか、聞いてなかったから、で、実際自分の家にやってきてね、エアコンオフの状態でね、エンジンかけるとね、前まで乗ってたね、僕の MS41 ってやつ、ね、初代の、まあ、マイナーチェンジはしたけど、初代の方のね、ハスラーだったんですけど、ハスラーよりね、全然静かです。うん。エアコンかけてない状態ね。まあ、エアコンかけると、ハスラーの時とそんなに変わらないかなと思うんですけど、エアコンかかってない状態でエンジンかけるとね、どうかな、まあ、数字では忘れね、こう、どうやって言ったらいいかわかんないけど、まあ、僕の体感的にはね、ハスラーと比べて、ジムニーね、今のジムニー。体感的にはね、3分の2ぐらいの音じゃないかな。うん。そのぐらい静かです。で、今日はね、エンジンね、車の、ボンネットのとこにね、iPhone 置いて、エアコン切った状態でエンジンかけるのと、エアコンかけた状態でね、エンジンね、かけて、音をね、ちょっと比べてもらって、まあ、参考にね、これから、買おうかなって思ってる人ね。ちょっと音がね、エンジンの音がちょっと気になってる、うん、人にね、なんか参考になればと思ってね。JB64 の音をね、ちょっと今日はね、聞いてもらおうと思います。で、年内中ね、ひょっとしたらまだ動画上げるかもしれないですけど、ちょっとね、今仕事が詰まってて、まだ大掃除もやってないからね。年内ちょっとどうなるかわかんないですけどね。まあ、時間作ってね、できるだけ上げるようにはしたいんですけど、一応今日は、ジムニーのエンジンをね、JB64 の音がこれだけ静かですよっていうことをね、ちょっと、聞いてもらおうかなって思いますね。はい、それでは JB64 の音です。どうぞ。